ハインツフィールドの近く、ノースショアのデルモンテのビルにあるベティスの名前が付けられた、バージェロ・オム・ベティスは、ミシガン州デトロイト出身の元 NFL 選手。ポジションは、ランニングバック。身長180センチメートル、体重110キログラム。全米ではその巨漢でボールを持ち、ディフェンスーーをなぎ倒して走る様から、ザバスとして親しまれ NFL 屈指の人気を誇った。セントルイスラムズ。 ピッツバーグスティーラーズで活躍した。背番号は36。故郷デトロイトのフォードフィールドで行われた第40回、スーパーボール優勝を最後に現役を引退した。引退時のラッシング記録は、NFL 歴第5位の13,662ヤード。3人兄弟の末っ子として育った。高校時代は、アイスホッケーも行った。ノートルダム大学へ進学し、 大学時代は337回のキャリーで1回あたり5.7ヤード、通算1912ヤードを走った。1993年の NFL ドラフト1巡目、全体10位で、ロサンゼルスラムズに指名されて入団した。1年目から1429ヤードを走り、最優秀新人攻撃選手に選ばれた。1994年にも1000ヤード。 ラッシャーとなったが1995年にチャックノックスからリッチ・ブルックスにヘッドコーチが変わるとチームはラン中心の攻撃からパス中心の攻撃に変化した。1996年にラムズがドラフトでローレンス・フィリップスを指名しようとしたことピッツバーグ・スティーラーズのパワー RB のバム・モリスがマリファナ所持で3月に逮捕されたこともありドラフト当日に ドラフト三巡目指名権と共に、スティーラーズの二巡目、翌年の四巡目指名権とトレードされた。このトレードはスティーラーズにとって有利なものとなった。モリスは有罪となり6月にカットされ、ラムズに入団したフィリップスは、フィールド外のトラブルを起こし1997年に、ラムズからカットされ1999年にトレードで、 マーシャルフォークを獲得するまで優れた RBOL ことができなかったのに対してベティスはスティーラーズで活躍を続けた。彼は1996年から2001年まで6年連続で1000ヤードラッシャーとなり、そのうち3シーズンは1300ヤード以上を走った。1997年に開幕から15試合で1655ヤードを走り、 プレーオフ出場が決まっていたため最終節は欠場したためチームのシーズン記録には25ヤード届かなかった。2001年シーズン途中までリーグトップの1072ヤードを走っていたが負傷して残りシーズンを棒に振った。2002年はその影響で成績は低下し2003年の開幕時にはアモスゼロウェイに先発の座を奪われた。シーズン中に 再び先発の座に返り咲いたが2004年シーズンに、デュース・ステリーに、再び先発の座を奪われた。しかし、ステリーが負傷した後の8試合中6試合で100ヤード以上を獲得する活躍を見せて6度目のプロボールに選出された。2004年の開幕戦に5回のキャリーで、合計1ヤード、1プレイ平均0.2ヤードしか獲得できなかったが、 3td で18得点を挙げた。そのシーズン彼は NFL 歴代6位、ニューヨークジェッツのカーティス・マーティンが歴代9位であった。ニューヨークジェッツとの試合で彼とマーティンは共に通算1万3000ヤードを達成した。その後ベティスが先にエリック・ディッカーソンの記録を抜き歴代4位となったが、シーズン終了までにマーティンに抜かれ5位で終えた。 2005年1月23日に行われたニューイングランドペイトリオッツに AFC チャンピオンシップゲームで敗れた後引退を考えていることを表明したが翌シーズンのスーパーボウルが彼の地元であるデトロイトで開催されることになっていたこともありベンロスリスバーガーから自分がスーパーボールまで行けるよう頑張るのでもう1年プレーしてほしいとこれる現役生活を続けた 2005年彼はショートヤーデージ用の RB として起用された。最終週に地元ピッツバーグで行われたデトロイトライオンズ戦では 3TD を上げる活躍を見せてチームはプレーオフに AFC 第6シードでギリギリ進出した。この試合の第4球にビルカウアーヘッドコーチがベティスをフィールドに送り出すとスティーラーズファンからはスタンディングオベーションが起きた。 インディアナポリス・コルツとのディビジョナルプレイオフでチームのオフェンスは敵陣2ヤードまで進んで試合時間残り1分20秒21から18とリードしていたここでシーズン中わずか1回しかファンブルしていなかったベティスにボールが渡されて彼はエンドゾーンに走ったがコルツの LB ゲイリー・ブラケットがベティスの手からボールを弾きコーナーバックのニック・ハーパーがこれを確保し リターン TD 目前でロスリスバーガーがタックルで止めた。続くオフェンスでコルツは FG ポジションまでボールを進めベティスはうなだれたがマイクバンダージャットの46ヤードの FG は失敗に終わりスティーラーズは過労死じて勝利を収めた。スティーラーズの一員として地元デトロイトでの第40回スーパーボールでシアトルシーホークスを21から10で破り華やかなキャリアを 優秀の美で飾った。優勝後のインタビューでザバス、ラストストップイズヒアインデトロイトと発言し現役引退を表明した。引退後彼は NBC スポーツのフットボールナイトインアメリカサンデーでコメンテーターを務めた。現在は NFL ネットワークのコメンテーターを務めている。また2007年6月5日にはピッツバーグのノースサイドに ゼロームベタスグリル36と呼ばれるレストランを開いた。現在ジョージア州ロズウェルに住んでいるがピッツバーグにも家を所有している。2006年7月に長年のガールフレンドと結婚した。彼らの間には娘が一人、息子が一人いる。マイナーリーグのアルトゥーナカーブ、ステートカレッジスパイクス、マートルビーチペリカンズパートオーナーを務めている。 1998年11月26日のサンクスギビングデーのデトロイトライオンズ戦オーバータイムでコイントスの際にコインが空中に投げられてからテールズとコールしたがヘッツとコールしたとリフェリーに誤解されてライオンズに最初の攻撃権が与えられ試合に敗れたその後 NFL はコインが空中に投げられる前にコールさせること コイントスには二人以上の審判が立ち会うこととルール変更をした。パワーで相手タックルの間を突進するプレイスタイルであった。ベティスの両親はほとんどの試合を観戦していた。父親は息子のスーパーボール優勝を見届けた後、2006年に心臓発作で死去した。ありがとうございます。